エラクラブをご覧の皆さん、こんにちは。ヤネメメイ役、矢部島あかねです。この動画が配信されている本日10月29日は、私の担当するヨネメメイちゃんのお誕生日です。おめでとう。みんなたくさん今日はお祝いしてください。私もメイちゃんのお誕生日をお祝いできるということでいろいろ考えてみたんですが、去年はね、食品サンプル作りをさせていただきまして、ラーメンとメイちゃんの大好きなブルーベリーを詰めたパフェを作りました。今回はなんと和菓子作りに挑戦したいと思います。今日はここ台東区にあるゆかあんさんで和菓子作りをさせていただけることになりました。ありがとうございます。和菓子はね、見た目がとっても繊細で美しいイメージがあるので、めいちゃんにもね、喜んでもらえるような綺麗で美味しい和菓子を作れるように頑張りたいと思います。皆さん応援してください。はい、ということで今日は10月のお菓子を作らせていただく予定だったんですが、なんとめいちゃんにちなんで猫ちゃんも作らせていただけることになりました。ありがとうございます。楽しみ。ということで、猫ちゃんと秋の風物詩もみじに挑戦したいと思います。あの、和菓子ってね、すごく季節感も大切にされていて、お菓子で四季を感じるってすごく素敵ですよね、四季ちゃん。はい、ということで頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。今日はこちらの材料を使って粘土遊びみたいな感覚で作ってもらえればと思います。はい、時計と逆の手の上に持ってます。はい、時計でお団子を入れるように、あんこです。利き手の親指の付け根でぎゅーっと潰します。こちらの上でちょっとこめる感じで、おお、はい、あらかじめ受けておいてください。はい、わかりました。次に白いパウダーをポンポンとつけて、ここに入れます。あ、黒くなる。おー、はい、はい、緊張、緊張する。今のところ、あー、優しい。ありがとうございます。白い練り切りをお団子にして、はい、この隙間となるべく同じサイズ、もしくはそれより大きいサイズに切ってください。はい、もうちょっとですか。感じちっちゃい。あ、いい感じだ。あ、よかった。重ねていただいて、はい、仕込みが終わりました。おー、これからちょっと難しくなります。はい、やー、いやー。と呼ばれるあんこを包んでいく技法をやっていきます。はい、で、右手はグーパンチ、グーパンチで、ここの関節で真ん中をパンチパンチくぼませていただきます。はい、よし。緊張する、ね、なんか何か一つを失敗したら猫にならないんじゃないかと思って。もうちょっとですか。そうですね、あの、真ん中だけじゃなくて外側もよかったら親指でこうやってくるんでいただくと、では腰編を右の上に乗せてください。はい、はい、で、右手の親指はあんこの上、はい、ゆっくり押していきます。左手の4本の指、周りの指をぎゅーっと握ってください。で、あんこ、なるほど、 OK、 まずそれ。はい、そしたら、右手で右切りを90度ぐらい回す。また上から押していきます。はい、ぎゅーで、左手の指を握ります。はい、で、離します。はい、で、また90度回す。で、またあんこと見るところになってくると上から押していきます。これで一周しました。はい、で、これから小籠包みたいに、はい、小籠
頬みたい。あれ大丈夫かな、なんか耳つはい、いやあ、あ、閉じたところが、はい、あ、よかった、いやよかったです。一番綺麗に見えると思うところを上に決めてください。はい。どこだ？この辺で、はい。そしたら丸めます。もちもちに近いかも。サラサラよりかは。ピチ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 、はい、あーすごいいやーなんかお手本があると、いやー不器用なんですはい、そのまま、はい、一つ一つの作業がすごいドキドキします。でちょっとつまんであげると耳になります。いや小さいパーツって難しいですね。そうです、細かい大変ですよね。この後あのヒゲとかいやお、いやつけるのも難しい。いいんじゃないでしょうか。あ、本当ですか。今のところはまだ大丈夫そうな感じが。くっついてます。くっついてます。顔大事ですよね。そうですね。顔。よし、はい、はい、お、なんかこっちだけ大きくなっちゃう大丈夫ですか、はい、これ鼻の三角形でも丸でもすごい、三角形難しそう、丸にします。はい、お鼻の下に装着します。あ、なるほど、難しそう。置いたら、そうですね、曲げていただいて、それで、どうしようか。あ、でも、あ、大丈夫そう。いや、口難しい。難しいよね。いやー、なんか違う思ってたのと。ひげ3本。でもつけた方が、そうですよね、猫っぽい細いひげを頑張って頑張ってください。頑張ります。つけるのも難しいですね、装着がね、難しい。ちょっと、ちょっといびつだけど、あー、よかった、なんとか。でも猫に見えますよね。じゃじゃーん、猫になってる。いや、来ますね、これは。かわいい、すごい。顔が難しいです。あ、お願いします。あんこ好きです。和菓子好きで。強いですかね。豆大福とも好きで。違うもん好き。星屋も好きです。あ、これもあれなんですか。なんか色作るときも、こう、色と色を混ぜることが多いんですか。好きな配色で大丈夫です。はい。おお。ああ、綺麗ですね。すごい。ああ。本当ですか。はい、OK、です完璧です。いや、繊細ですね、本当に。すごい。本当ですか。ありがとうございます。
難しそう。はい、こう内側からこう、ということで、はい、はい、早く、うわぁ、均等って難しいですね。あとで、このモミジの葉っぱの部分を切っていきます。はい、尖らせるようにひねってやる。おぉ、ほんとに難しい、これ滑れないんですよ、なんか。でも大丈夫です、大丈夫ですか、くっついちゃう。見せません。発信しました。一応ね、綺麗すぎる。あれ難しいんです、あのあんこ見えちゃうですね。私すごい見えてて、でも先生も全然見えないんですよ。はーい、今からじゃあちょっと飾り付けをしていきたいと思います。せっかくなんで葉っぱ使いたいな。どう置くのが正解なんですか？あー、なるほど、そうですよね。あー、猫ちゃん、よし、あ、かわいい。一緒に並べるとすごいかわいい。コンテンツをなんかかわいいから置きたいな。難しい。でもせっかくならコンテンツ置きたいね。あ、確かにリエラっぽい。あ、もうこれぐらいにしときます。もうちょっとあった方がいいかな。白だけ。あ、余計なことはせずに。テーマ難しいですね。猫ともみじ、猫ともみじでそのままで。ということで、先ほど完成したお菓子ですが、ゆかあんさんでは完成したお菓子をそのままこのお茶室スペースでお抹茶といただくことができるみたいです。楽しみ。まずはね、そのお椀を選んでいきたいなと思います。江戸時代の茶器などギャラリー大久保さんならではみたいなので、ということで選ばせていただこうと思います。かわいい。はい、お願いします。はい、いやー、かわいい。初めてです。なんか茶道具みたいのあったんですけど、高校に。あ、お願いします。伸びます、自然と。見てるだけなのに緊張します。ありがとうございます。あのお菓子とお抹茶ここに準備してくださったので、ちょっといただこうかなと思います。なんか自然と声が小さくなっちゃうんですけど。緊張する。もったいないですね。ちょっと猫はちょっと気が引けるので、もみじからいただきます。うん、おいしい。想像してたよりも甘さ控えめな感じで、はい、すごく好きな味です。美味しい。緊張しますね、お抹茶飲むの。緊張しますけど、あったかい。頂戴します。もう お茶の方が感動がすごくて。すごい美味しい。本当に美味しい。あ、香りもいい香りがします。あ、
くん、あれ何でしたっけ、秘境ですか、かわいい。初めて聞きました。なんとなくパッと見で聞かれたので。かわいい。お椀をなんかこんな個性豊かないろんなものがあるって全然知らなかったです。出来栄えですか。まあまあいいんじゃないですか。あ、本当ですか。でもやっぱり先生のと比べちゃいますね。でなんか愛着はしますね。もったいない。ちょっと猫の方はお家とかにいただこうかなと思います。さすがになんかこう着ることができない。かわいい。あー、かわいい。上手。基本ポジティブなことしか多分送ってこないので。かわいいって。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、今日は東京都台東区にあるゆかあんさんで和菓子作り体験、そしてこのお茶室でお抹茶もいただきました。ありがとうございます。もう抹茶が本当に美味しくてですね、初めてのお抹茶だったのですごく感動しました。和菓子作りもね、ずっとやってみたくて、なかなかねできる場所だったりタイミングっていうのがないじゃないですか。なので貴重な経験をさせていただいて本当に楽しかったですし、自分が作ったね和菓子お菓子ってやっぱちょっと特別感があって、なんかすごい愛着が湧いちゃって、猫ちゃんお家で着れるかなって今から心配なんですけど、ちょっとおいしくいただこうかなと思います。味もねバッチリ美味しかったです。本当に楽しかったです。作るだけじゃなくて貴重なお椀でお抹茶をいただいたりですとか、本当にここでしかできない体験をさせていただきました。皆さんも和菓子作り挑戦してみたくなりましたか。多分なったんじゃないですかね。一回はやってみたいなって思う人もいると思うので、ぜひゆかあんさんに来てやってみてください。以上、ヨネメ名役藪島あかねでした。改めてめいちゃんお誕生日おめでとう。ということでみんなまたねー。